はい、今回はですね、インスタグラムフォロワー様からのメッセージで質問です。質問は、磯山さんは他の YouTube とかも見たりするんですか？おすすめの YouTuber とかあったら教えてほしいです、とのことです。はい。まあ、私こんな感じで普段真面目な動画を発信したりしなかったりしてるんですけれども、まあ、例にも漏れずですね、私 YouTube 大好きです。はい、本当家でも毎日つけっぱなしにしてよく見てます。はい、ということで今回は私の最近旬な個人的ランキングトップ5ランキング形式でお伝えしたいと思います。はい、ちょっとこうメモを取ってきました今日は。はい、じゃあ第5位はこちら、ナス D の大冒険 YouTube 版。こちらの知ってる方も多いんじゃないでしょうか。こちらね、テレビ朝日の社員の、なんだっけ、友寄高秀ディレクター、通称ナス D がですね、世界の秘境とか最果ての地に行って、その土地の民族とか環境を発信するチャンネルになっております。はい、こちらね、とても有名なチャンネルですので、黄金伝説とかそういうものを企画してたディレクターなんですけれども、ナス D さん、非常にまあディレクターなんですけれども、リポーターとしての才能もすごくてですね、非常に面白い方で、はい、以前オラブ族っていうところに行ったっていう動画で、この人現地の人に勧められたら何でも食べちゃったりとか、そのやっちゃったりする人で、なんか美白にいいと言われて、ウィトっていう果物があったんですけど、それを食べるものなんですけど、その果実をですね全身に塗るんですね、ナス D は。それでその塗ったはいいんですけど、そのウィトはその入れ墨をする際のインクに使われるものらしくてナス D がそのナスみたいに真っ黒になっちゃったんですね。それでナス D って言われてるらしいです。はい、本当に面白い方で、人間的に面白い方で、非常に手先が器用でですね、料理とかもすごくうまくて、動画もなんだ、無人島で一人で0円生活とか、寒天50キロ食べきるまで無人島から帰れまてんとか無人島でサメ釣ったりとか、なんか一人でなんか面白いことをしててですね、非常に知識豊富で、雑学とかもねすごくて、非常に私尊敬しています。はい、彼を。はい、まあ、こちら、5位がナス D の大冒険でございました。はい、続きまして第4位、第4位はこちら、今日何食べよう、マルコさんのチャンネルになります。はい、こちらはね、YouTube ショートとかでよく流れてくるんですけど、日本在住のイタリア人マルコさん、イタリアのレストラン、星付きレストランとかでの経験のある方なんですけど、その方のクッキングチャンネルになるんですね。はい、で私もこっちで自炊してますんで、いろいろ料理のほかちょっと勉強させてもらってます、こちらのチャンネルで。はい、で何が面白いかっていうと、料理をこう分かりやすく日本語で解説してくださるんですけれども、非常にマルコさん日本語お上手なんですけれども、たびたび一部まだたどたどしいところがあって、そこがちょっと愛らしかったりチャーミングなところがまた面白いんですね。はい、まあ、決め台詞なんかもありましてですね、まあ、よくイタリアのシェフの方なんでパスタの料理とかされるんですが、パスタ、茹でたパスタと最後ソースを和えるときにですね、決め台詞で愛を込めてマンティカトゥーレっていう、そういう決め台詞があるんですよ。よかったら、まあ、見てみてください。はい、こっち次、第3位がですね、こちらになります。サノッチ TV でございます。サノッチ TV、 はい、こちらも本当に有名な方ですんで、知ってる方多いと思います。
牛丼を最速で退店する男っていう形で有名だと思います。はい、僕も好きで、あの高校の時とかよく好きで見てました。でこっちロンドンで、牛丼の店があんまなくてですね、あの牛丼食べたいなと思った時にこの、まあ、サノッチの動画見るかということで久々に見たわけですよ。やっぱ変わってなかったですね。まあ、ちょっと変わってました。はい、なんかサノッチの髪型とか髪色がなんか金髪になってました。こちらのチャンネルはですね、まあ、大食いチャンネルとか早食いチャンネルというようなチャンネルでしょうか。牛丼をすごい書き込むわけですよ。それがね、あの久々に見てやっぱ早いなと。なんかね、動画編集がちょっと進化してて、時間が入店した時間から、まあ、オーダーしてから牛丼が着丼するまでの時間とかいろいろ細かく分かりやすくそういう編集が新たに加わってました。はい、僕の好きな動画でね、そのサノッチの動画で、まあ、まずちょっと下にリンク貼っておくんで見てほしいんですけど、牛丼を書き込んでる時にトゥモローネバーノーズが流れ出すっていう、そういう動画があるんですよ、あのお店の BGM で。それがまたシュールで面白いんで、ちょっと一回見てみてください。はい、次第2位はですね、こちらガッツチャンネルになります。はい、こちら超最近個人的に一番熱い超人気急上昇中の YouTube チャンネル、ガッツチャンネルになります。はい、この方ね、2023年の、1月つい最近、チャンネル開設されたばかりで、まだなんだ3ヶ月ほどしか経ってないんですが、すでにチャンネル登録 5.48 万人ということで、ものすごいスピードで今人気急上昇中の YouTuber となっております。まあ、このチャンネルはですね、主に犯罪抑止を目的として、痴漢とか盗撮、そういったものの現行犯を取り押さえるようなところを YouTube で、配信されている YouTuber となります。見てて非常にスリリングなドキドキするような内容となっております。警察24時みたいな、そういう感じのチャンネルでですね、非常に、まあ、この中島蓮さんという方が活動されてるんですが、彼の経歴がもまた面白くてですね、20代前半で九州の某組織で、まあ、反社ヤクザとしてされていて、その後不動産会社2年働かれて脱サラされて、その後東京で免税ステを開業、まあ、カクカクしかし買って2ヶ月間交流されたと。でその後、まあ、YouTube を開始されたという、まあ、面白い経歴の方なんですけれども、過去に、まあ、そういう経歴はあるんですけれども、そういう、まあ、後ろ指を刺されることもあると思うんですが、それでも自分の信じる道を突き進んで、その大義をもとにそういう活動をされてるっていうのがすごいかっこいいなと見てて思いますね。はい、じゃあ栄えある第1位はですね、こちらになります。もやもやクラウドになります。はい、これはもう知る人ぞ知るチャンネルになっております。もやもやクラウド、こちらですね、まあ、カップルで歌ってみた系動画をアップされているチャンネルとなります。はい、まあ、男の方が、もっくんと、女性がややさんという名前で活動されております。非常に歌が上手くてですね、というのもこの方神戸大学のアカペラサークル出身の方で、アダムスという名前でですね、グループ名でですね、ハモネプとかにも実際に出られていた、そういう実力派シンガーになっております。はい、非常に歌が上手くてですね、はい、私ももともとあんま日本の
J-POP の流行りの曲とかそういったものに疎いんですけれども、ロンドンに来て余計にね、もう日本の情報が入ってこないので、まあ彼女たち彼たちのあのチャンネルを見て、最近の最新の日本の流行りの歌、そういったものを学ばせていただいている次第であります。はい、まあ、基本歌ってみた動画しか上がっていないんですが、非常にもっくん、チャーミングな、面白いユーモアのある方でですね、もっとなんか日常 Vlog 系の動画とかも出してほしいんですけれども、非常に面白さが溢れ出してるんですね。僕にはちょっと分かるんですよ、彼の面白さが。そしてですね、なぜか偶然ですね、こちらのもっくんとややさんと僕同い年なんですよね、不思議なことに。はい、まあ、なんで非常に今旬の熱い急成長中のチャンネルとなっておりますので、もしよかったらですね、動画の方見に行っていただいて、コメント欄の方とかですね、伊勢山チャンネルから来ましたなんて書いていただくと、もっくんすごく喜ぶと思いますんで、ぜひご覧ください。あと最後1個言うの忘れてました。もうランキングもうダントツ1位のチャンネルがありました、僕の中で。こちらになります。ユージアヤベフロンアメリカ、こちらになります。はい、こちらのチャンネルはね、もうこの伊勢山チャンネルが最もインスパイアされた、そういったモードのチャンネルとなります。はい、知ってるのとおり、ピースの綾部裕二さんがされているチャンネルになるんですけれども、非常にね、喋りが面白いですよね。すごくよく考えられて喋っておられると思うんですけど、それを全く感じさせない面白さ、そこがねまたすごいんですよ。はい、ちょっともう熱くなってきたんで、もう動画こんなもんにしましょうかね。ちょっと最後見せとく、ちらっと。ほら、テムズは汚いよ今日も。ね。